いわゆるコーチング界の代表としては君はクビねって言うんだわ俺は。少なくとも君は自分をコーチと呼んではいけない、他の職業になれって言うわけだ。皆さんはどっちの世界が幸せだと思う？俺は後者だと思ってんのね。どっちが世界平和を生み出すかね、どっちが平和な世界を生み出すかっていうと間違いなく後者だよね。実はそこは住みよいところであって、そして絶対戦争が起きない場所なんだわ。ということはワールドピースコーチングという言葉の意味はよくわかるよね。戦争とか差別っていう概念さえもこの世になくなると俺は思ってるのね。わかる？怒り始めたけど、だけどそうでしょ。そりゃ戦争を起こすわあの人たちが世論作ってるんだって、やばいよと思ったんだけど。コーチという職業から人の本音を引き出すのが上手なんだわ。コーチという人たちは同時にクライアントにとっての人生のモデルであることは期待されてるよね。戦争もそうだよね。だってさ、紛争の手段として人を殺すって普通ありえないでしょ。そのエマニュエル皇太子と一緒になって作ったプログラムがあるんだわ。で、それがジュニアナイトプログラムね。だからジュニア騎士っていうタイトルを本当にイタリア王家本家に認めてもらったのね。知ってる人は、まあ貴族関係の人たちは見ればすぐわかる。そういった無由緒正しい紋章、これ正式に使わせてもらってるのね。それで、だからこのジュニアナイト の、これもう勲章だわ。騎士養成プログラム、うん。これは今日本で展開してます。これも完全ボランティア。それとこれが PX2 ね。これはベターワールドファンデーションね。ルータイズが作った、もともとは本部はアメリカだったんだけど、これは日本で一般財団法人と使えた。BWF っていうインターナショナルっていう BWF のその PX2、 そしてジュニアナイトのジュニアナイト養成プログラム、このできれば両方受けてもらった方が知識は深まると思うんだけど、まさにそのコーチングのマインドを教える、特にジュニアナイトの方はさらに騎士というその生き方までは教えていくっていうプログラムね。でこれは完全無償なプログラムでやってるんで、これも手伝ってほしい。